彼氏のビルドアップね、なんか考えてない系監督の典型みたいなビルドアップになってます。もうサイドバック開いたまま、サイドハーフも開いたまんまでそのまま縦につけるから、みんな後ろ向きでボール受けてる。でもこんな状況なかなかないですから。この方のサッカーするチームに負けてほしくないですけどね。僕のアルテタが。古きをキングランドフットボールって感じだな。4-4-1-1 で守って、そのまま攻めて。左サイドの初期配置、2次配置はね、ジャカがデコイで、2-3-1の3の左で、スミスローがハーフバイタルで、ファジオ、タバレス取った方が適材適所になるけど、守備のこと考えるとね、ライン間にジャカ入れといた方が、サイドバックの位置にジャカ入れると、その切り替えのところ守備怖いからってあると思いますね。あとはいつも言ってるけど、ウィングが1対1になってる時に外を走る走力とかね。それこそ、久々にこういうの使うけど、2-3-1-4でサイドバック中入ってトーマス1枚で、後輩部エリア取るみたいな、こういう攻撃。で、パレスが、ね、4-4-1-1みたいな。こういう風になってる時の話なんだけど、この時に、タバレスが張りすぎてて、これが本当気持ちなんですけど、このコースがなくなってんだよ。これが2歩ぐらい内側だと、こうもこうもあるから、ラカゼットとか降りてきて、こうもあるし。で、もう一つは、相手が2枚プラスもう1枚3枚みたいなのが来た時に、この時に、ディフェンスラインこう回す時に、ポイントは、こことここになるんですよ。で、ここ誰立つのかって、ジャカここに立つと、じゃあこういうところで閉じてこっち経由で行った時に、この間の人がいなくなるから、だからここでこうずれれないと孤立するっていう。だからここに若干残しといて、こういうに行くのか、ラカセットがずれるのかってこういうのが必要になる。で、さっきとかはここ間いなかったんだけど、間いなくてタバレスが上がっていくのが早すぎたの。だから結果ここは繋がらなそうだったんだけど、なんだか思い出せない。なんかで繋がって、その時にタバレスここいたの。だから結果、ファイブエリア後から取るみたいになったから、あ、いいじゃんって思ったらタバレスここで下がっていったんだよ。そう、だから状況による、ポジションの取り直し方、取り方っていうのが、まああんま上手くないから、まあここを教育するのって結構大変なんですよね。タバレスセンス悪いって感じはしないから、まあできそうではあるんだけど、だから後半途中出場とかそういうのでさ、何、ペペとかエンケティアばっか使わないで、タバレスもサイドハーフとかでもいいから使っといて、それでゲーム感とかつけてあげとけばもっと違ったのかなと思いますけどね。ディフェンス陣つなぐのがトーマスだけっていうのは一見影響ありそう見えるけど、そこはそんな問題じゃないですね。別にディフェンスラインから前線にパス出してもいいわけだから、で出せる距離感にもあるしね。でスミスローとか腕ゴールが降りてくるとサイドの選手孤立させるから、サイドと中央ハーフバイタルとファジー両方に出せる位置にジャガもセドリックもいなきゃいけないんだけど、センターバックが運べてるときにそのまま離れていっちゃうのよ。で、その離れていくのが結果角度をなくしてんのよ。ここで持っていくときに、ここでジャガが上がりすぎない、今上がってったから相手のサイドハーフの外側通して内側にパス入れなきゃいけないから角度的に厳しかった。ここが9だとして、ジャガここで受けて、こことここ両方入れる位置、入れる位置行けばいいのに、ボガリンさんがあった時にジャガもこうなってっちゃうから、結果受けた時にこっちなくなってて、ここで全部ハマってるっていう。いや、でもすごい試合見ましたよ、なんかね。すごい試合というか。まあ、ロコンガがね、まあだいぶマシになってたというか、まあ覚醒とまで言っちゃいけないけど、トーマスのパフォーマンスがひどかった分、ロコンガの良さが見えました。あとはもう、ね、タバレスがどのぐらいちゃんと使える選手になってるかっていうのも大事だしね。これロコンガジャカになるのかね、今後ね。ウーデゴール、スミスのツインサイドハーフは使ってほしいけど、この試合でダメって判断されるのはかわいそうだね。ティアニー、トーマス使えないっていうになったらきついっすね。そうだから狭いスペースの時はやっぱバタついてたしね。ロコンガはポイント立つの早くなったのと、フリーの状態でもトーマスはめっちゃパスミスしてたから、アルテタはむしろ今日はやりすぎたって感じだけど、でも1個目の修正は良かったしね。でもみんなと一緒じゃなかったらちょっと見てらんなかったな、これね。今。このロコンガ良かったとか言うところまで、見続けてないっすね。普通にプライベートの問題の可能性もあるしね。全員昨日失恋してるとかあるんじゃないですか。やるだけやったけど、こんだけ選手のミス多いとね、正直しょうがない。もう今まで、リアルタイム分析した試合の中で、あれ、アラベスとかマジョルカとか、そういうね、技術でやるチーム以外の試合だと、こんなにミスんのかっていうぐらい、一番ミス多かった試合でしたね。